地下にある地下鉄のプラットフォーム地下は建物の木材橋の故障。日本の建築基準法施行例で床面が地盤面より下にあり、その低さが天井口の1、3以上ある木材橋。英語のグラウンドフロア等の訳語。日本の建築基準法上は床面から地盤面までの高さがその木材橋の天井の高さの3分の1以上あるものを誓い。 それに当てはまらないものを半地下としている。つまり、最大で天井高の2、3までなら地上に出ても構わない。従って窓やドアを設置したり、ピロティ上の解放空間とすることも可能である。また、完全に地盤面より下にあっても、周辺の地盤を掘り下げ、ドライエリアを通じて外気に解放することもできる。地下は上から順に地下1階。 地下2階、地上階は、下から順に1階2階と呼ばれる。地階は、床面積の1、3まで、溶石率の3室から除外できる。例えば、溶石率200%の場合、地上2階、地下1階の建物を建てることができる。建築基準法上、地階に居室を設けるときは、防湿面から、規定の広さの開口部、換気設備、 湿度調整設備のいずれかが必要である。また、壁に防水構造も必要である。第7焦総合治水対策の計画。目黒区。2020年7月7日閲覧。ありがとうございます。